さあ、そしてそれの後を追うようにケニー・ロバーツさん、エディ・ローソンさん、今3人のアメリカンライダー、レジェンドのライダーたちが鈴鹿サーキットでウェイン・レイニーさんとのコラボレーションです。すごい。まずはピットアウトをしていって、そして今どういう風に景色を見ているか、世界中のウェイン・レイニーさんのファンが今ひょっとしたらこれを見ながら涙している方も多いかも分かりません。行ってる。ストレート上げてきましたね。今この時間の鈴鹿の風も、当時の2ストローク 500cc というのは本当にコントロールするのは難しいバイクだったと思います。そんな中でリタイアも少なく着実にポイント、ウェイン・レイニーさんを追い抜いていたこの2人はどうやらバイクに乗ると本気でやっぱり攻めてしまうでしょうか、鈴鹿サーキット。さあ、少しずつコーナーのペース、何度拍手したって構いません。何度でも拍手したくなるウェイン・レイニーさん、さらにスピードも上げた、さらに逆にそのウェイン・レイニーさんのこの今の走りをですね、何か温かくこう歓迎してくれているように見えます。さあ、家族が待つその場所にライダーたちが戻ってきました。WGP US レジェンドウェイニーズバック、終了させていただきます。皆さんありがとうございました。では引き続いてグランドスタンド前のステージにおきましては、今度は、ティレル P34 のイベントを始めていきたいと思います。準備が整いますまで今しばらくお待ちください。